ご視聴ありがとうございます。ヨドノキイッサです。さあ、今日もやったれ、ミラクルロマンス。2032年の開幕戦ですね。で、まず見ていただきたいのがこちらなんですよ。前回動画からのカット部分。FA 権を行使した長谷川武弘投手を獲得。また、自由契約から小野寺選手、秋広選手をそれぞれ獲得。背番号の変更及び新加入選手の背番号は以下の通り。また、面白男狛江、もう一皮向けたい高倉、それぞれコリアへ留学。以上。すげえのがいます。日置が、去年台頭してきた日置が、すごいことになってる。球速プラス9の、コントロールプラス 16? これはとんでもねえよ。さあ行け。すごいことになったな、日置。で、早熟で全盛期、26歳ですからね、そう長く活躍できないとはいえ、これは期待できる。さあ、今年はね、日置の年になるね。で、試合入っていきましょう。まあ、出番プレイで誰か見ていこうかね。で、先発ローテーションなんですけど、小沢さんエースなんだけど、うっかり、オープン戦先発させちゃったら、疲れ残ってるんで、まあ、調子を見て、横倉が開幕投手かなって感じになってます。で、長谷川武弘投手が、あれね、FA で来てくれて、まあ、うちの、8回かな?で、9回が宇田川さんと。で、7回は清水投手なんですけど、まあ、その辺もね、梅野投手だって、いいし、町田も成長してきてるし、日置がいるし、って感じでまあ、シーズンのね、様子見ながら、応援していこうかなってとこですね。で、開幕戦対左か。左なんで、丸山選手が1番に入ってますね。まあ、これはそのまんまでいいかな。いや、ここは間宮で行こうか。深江じゃなくて。そのぐらいか。で、肩の開幕スタメンファーストで行くんですけども、オープン戦ね、こいつ全然打ってなかったんで、まあ、あんまりにも、このまま打たないようであれば、もう、早々にね、新規で獲得した、小野寺選手であったり、秋広選手であったり、そのあたりと、まあ、変わっていただくことになるかな、という気持ちで、さあ、誰見ようかな。まあ、せっかくだし、間宮見ていく?2番に入っちゃうし、間宮。間宮今いくつよ ?20歳。じゃ、20歳の青年に注目していきましょうかね。で、留学組はね、1週間ぐらいで帰ってくるみたいなんで、まあ、帰ってきたら、その辺能力見て、またオーダーに組み込んで、オーダーというかね、まあ、1軍に入れられそうなら入れていこうかな、というふうに思ってます。さあ、開幕戦、去年の優勝チームとの、いきなりの直接対決ですよ。で、丸山選手、いや、さすが左に強いだけある。で、間宮振ってくね、まあ、いいよいいよ、その積極性をね、やっぱり若さっていうのを存分に発揮していただきたい。なんせ20歳の若者ですからね。V スラエグ。V スラ見て、あ、無理だ、バントしようって思ったんかな。はい。お前はそういう選手じゃねえよ、マミヤ。そんなビビってバントしようとしたら、ダメだよ。お前はもっとスケールのでかい、そんな選手だ。で、丸山選手また出てんね。走った、ウエストはきつい。まあ、そうですよね。まあ、しんどいね。キャッチャー誰だろう。キャッチャーだ、あれ。片桐。ちょっと存じ上げん人がおったな。リアクション取りづれえわ。ごめんな。もうウエストされたらさすがにね、丸山選手とはいえやっぱしんどいよね。マミヤ、こっからチャンスメイクだ。よう見たな。まあでもワンストライクやし、そんな難しい球手出していく必要ねえもんな。おお、そのスライダー行く。あのキレッキレの V スラを狙っていく。強気だな、マミヤ。いいよ、そのやっぱ若さ出していこう。はい、オッケー、ナスバッティング、センター前ですね、これは。オッケー、オッケー。うん、ナイスバッティング、今シーズン最初のヒットですね。で、点に繋がってんね。さあ、この調子でもう一本いってほしいな。おいっとー、まさかの柵越え、マミヤ。はい、今シーズン第1号。あれ、プロ初ではなかったんかな。いや、ナイスバッティング。いいね、マーミヤ。もうこれはチームも盛り上がっていくよ。
いい、いい、なんかすんごい目見開いてるな、マミヤ。やっぱボールよく見えたんだろうな。目見開いたらよく見えました、みたいな、そんな気分なんだろうな。ぶっ飛んだなぁ。よし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 。さあ、横倉も好投続けておりますな。で、あとは勝ちパターンの投手で逃げ切りたいところ。で、うわ、スライダー、すごいなぁ。ジャイアンツはすごいピッチャーがたくさんいるなぁ。それ去年の優勝チームだもん、強いよね。でもそんなチームから打ちまくっているマミヤ。いや、ちょっと待って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 。マジか、ちょっと待って、どうなってんの。うちの必勝パターンじゃなかったの。あー、2失点。清水投手はちゃんと抑えたんだね。で、宇田川さんが1失点、まずいな。まあ、ここで、マミヤが見せてくれるでしょうと思ったら、大勢投手にぶち当てられる。よし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 、勝った危ねえ、なんとか勝った。よし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 、マミヤ、マミヤ、しんすけ？しんすけなんかな、のぶすけじゃねえよな、さすがに。さすがにしんすけだよな。もしかしたら、しんのすけかもしんねえな。で、柴田投手が、今シーズン最初の勝利投手となりましたね。いや、いいね、いいね。みんな、打ってる。よく打ってる。よく打ってんだけど、俺全部ソロホームランなんだな。いや、よく打ってんな。12安打5得点で、エラー5つ。何やってんだ、お前ら。お前ら何やってんだよ。あ、ヨモギダが代打で打ってる。やっぱ代打の男ですね、あいつは。で、どうしようかな。まあ、エラーが絡んだか。長谷川投手に関しては。宇田川投手は普通に失点してんね。待って、エラー、そう、誰が何したい ?5 個もエラーしてちゃダメでしょ。ショートがエラー。サードがエラー。ファーストがエラー。内野いっぱいやってんな、お前ら。セカンドが、もう内野まんべんなくやってんな。ショート2回目だ。まんべんなくやってんな。ショートはもう最後まで長岡選手だったからね。マジか、長岡選手でエラーすんのか。まあ、そんな時もあるよね。首位です。リーグトップです。オッケーオッケー。大貫さんも衰えてきてんね。もうなんか戦力というよりは特殊能力先生ですよね。で、七野が絶不調つってるな。七野が絶不調つってるんで、どうしようかな。センター、塩谷で行くか。内山選手調子いいみたいなんで、須山に代わって内山選手で行って、昨日3安打のマミヤも使いてえよな。深江か、長岡選手か。長岡選手はエラーもしてたしね、ちょっと休んでもらう的な感じで、行きましょうか。こうなるか。これがいいな。よし、これで行こう。さあ、頼むぜ。オッケーオッケー、大勝してる。おおおお、すげえ点取ってんな、8回に。8回にあれに荒れてる。浜田選手2発いってるし、マミヤがまたホームラン打ってる。2日続けてのホームラン。いやー、みんな打ちまくってんね。みんな打ちまくってる中、立川だけがいっぱい三振してる。塩谷もまあまあ1安打してるしって感じでいいか。いやー、すごいな。14安打15得点。で、猪俣は6回3失点。ナイスピッチングです。で、清水投手と梅野投手で勝ちましたよと。いや、いいね、いいね。首位です。去年の優勝チーム相手に連勝してます、開幕から。気持ちいいね。非常に気持ちが良い。さあ、開幕3連勝を狙っていきたいよね。俺は狙っていきたい。まあ、山下投手だからね、頼れるよ。頼りになるよ。で、塩谷が調子いいっつってな、七野に代わって出る。出てみようか。調子いい人積極的に使っていきたいよね。んで、立川がな、当たってねえんだよな。でも外野はまあいないし、これでいいか。あ、肩の4割打ってる。肩の4割打つんなら、お前はもうレギュラーだよ。な。さあ行け。いやー、3連勝はならなかったか。まあでもやっぱいい試合してんね。で、うちはホームランでしか点が取れてないけども、山下投手もまあナイスピッチングだったんじゃない？いやもうほぼ打ってね、5安打か。まあ調子がいいと、
立候補した塩谷は長打一本打ってるし、重木田がホームラン打ってんのか。で、鈴野もホームラン打ちましたよと。山下投手が6回3失点。まあまあ、試合を作ってるんだけどね、山下投手らしくはないよね。もっとね、9回マイナス1失点ぐらいの、そんぐらいの勢いあるもんね、山下投手ね。さて、ああ、もうみんな衰えてきてるな。塩谷だけが力をつけてきてる。古賀選手まだ伸びるんだ。いいね。さて、一は今2位か。カープ3連勝したんだね。で、小沢さんで行きましょう。小沢さんで5。で、対左だから丸山選手がセンターなんだけど、塩谷行っとくか、立川打率1割台だしな。さすがにまだスランプではない。七野出したいな。七野で行こうか。七野と塩谷で。そんな感じで行こう。で、内野どうしよう。マミヤ行っちゃう。深谷を下げてマミヤ行っちゃうか。で、こうして行こうか。で、マミヤ当たりまくってるもんな。マミヤ当たりまくってから上位置いてもいいか。これで行こうか。さあ行け。小沢さんですから勝つよねって思ったけど、そううまいこといかんな。ホームラン4本で4点取られて負けてる。小沢さんもやっぱ4点取られることあるんだね。肩のがいいな。肩のいいぞ、肩の。マミヤも今日も1本打ってる。で、ホームラン3本で3失点の小沢さん。清水投手もまた打たれてんね。いやー、連敗しちゃった。でもまた3位なんとかなる。まだ始まったばっかですからね、宇田川さんが衰えてきた。この間にやっぱ、中継ぎ抑え後釜どんどん出てきてもらわないと困るね。これは結構困るんじゃねえかなと思ってる。これはね、今後やっぱ随分と困ると思うな。で、そこまで早送って、あー連敗してる。あーしよし、連敗ストップ。オッケー。鈴野がノリノリで帰ってきた。小前と高倉が帰ってきた。お帰りなさい。お帰りなさい。ちょっと、チームの調子もそんな良くないから、そんな良くないと言いつつ1位か。そんな悪くねえな。さあ、どうなったんだい。どうなったんだい、高倉。せーの、ドーン。シンカーとチェンジアップが、さらにキレを増した。で、球速もちょっと上がって、スタミナだいぶ上がったね。高倉、お前の力が必要だ、高倉。どうしようかな。金久保さんと入れ替えか。いや、もうちょっと見極めよう。高倉も多分まだ高倉時差ボケしてるから、そんなすぐ一軍呼ばれても困ると思うんだ。で、あの面白男どうなったんか。さあ、そんな面白くねえな。全部あれだよね。全部というか、基本 D で総力が E だったんだよね。まあまあ伸びたかなって感じではあるけど。あ、パワーが E だったんだっけ？ミート型。そんなにって感じだな、小前。お前、もうちょっと面白いやつだったろ、小前。どうしちまったんだ。海外で、お前の面白さ置いてきてしまったか。なんだその面白くない能力値は、小前。ちょっと二軍にいろ、小前、お前は。お前はしばらく二軍にいた方がいい。深江が伸びてんね。深江成長期来てっかんね。そう、あれだけ頼れる深江なんですけど、あれでもまだ成長期ですからね。で、どうしようかな。なんかアイテム開発できたりする？そんなにねえな、やっぱり。そんなにないんで。まあ、試合を見ていこうかね。小沢さん、頼みますよ、小沢さん。今日こそね。今日こそ頼みます。鈴野が乗り、7本打ってる。こいつ開幕から1週間そこらで7本打ってる。上位打線をこう。深江が打率2割ぐらいなんだね。ちょっと下げとくか。ね、肩のもう3発打ってる。いいね。立川が調子いいですとは言ってるもののって感じはするけど。どうしよう、マニア。マミヤ出したいな。これで行くか。こんな感じで行こうか。立川当たってねえけど、まあ調子いいって自己申告してるんで信じてみよう。キャッ
じゃあ、須山じゃなくて内山選手がいいか。どっちも打ってねえな。どっちも打ってないから調子のいい内山選手でいこう。さあ行け。よし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 、快勝 4-0。 さすが小沢さん。もうこれなんですよね。これが小沢さんなんですよ。で、打線も10安打4得点。いいじゃん、いいじゃん。内山選手2安打してる。使ってよかった。もうみんな当たってるね。勝ったのが打ってはないけど、まあまあ、そんな日もある。で、与えたフォアボール1個。打たれたヒット3本で抑える小沢さん。さすが。いや、もうこれなんですよね。小沢さんはこれなのよ。さあ、首位なんじゃない？連勝5とか。5連敗なら何度も経験してる我らがロマンスですが。さあ、単独首位です。よし、2位カープに差をつけよう。ここで2位カープに差をつけようぜ。金子さん頼みますよ。ダメだった時は、ダメだった時はもう、あいつが来る。高倉が来る。名前が出てこねえな。で、七の使って、深谷が調子いいらしいんで、2番で出してっていいでしょう。で、片野があんまり良くないようなら、中山選手かな、やっぱここはな。で、立川、須山、昨日2安打してる内山選手、行こうか。これで行こうか。待って、深谷打ってなかったよな、確か。2割3分。長岡選手も2割2分か。まあじゃあここは調子のいい深谷を信じよう。さあ行け。うおほほーい。中山選手がホームラン打ってるね。これは使ってよかった。打線は9アンダー5得点。悪かねえんだよな。悪かねえ。内山選手は打ってねえ。中岡選手2安打してるね。そんなもんか、まあ。まあまあ。そんな時もある。相手ピッチャーが良かったんかな。金久保さんは6回3失点悪くねえな。中継ぎがなんか、毎回のように点取られてんのが気になるな。どうしたんだろう？去年の疲れとか残ってたりするかな？いや、どうしよう。そんな感じで来られるとちょっと、鈴野の本塁打をバット。鈴野のバットを作ろうか。ピッチャーのね、アイテム開発ってあんまり正直気が進まないんですよね。連投しないと、先発とかで。そんなレベルじゃないと、なんか、成果上がんなくないですか？これかな？今回はこれが正解かな？よもぎ田をね、スタメンで使ってみる。よし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 、よかったよかった。ほらほら、スタメンでも打つんですよ、よもぎ田はね。で、溝田が1勝と。いいね、打線は14アンダー7得点、活発ですな。起用がピシャリ当たった感じかな。溝田は6回投げて自責点は2。ナイスピッチングだね。で、中次は今日はビシッと抑えると。いいね。よし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 、首位タイですよ。いけるいける。勝てるよ。ロマンスゴーゴーロマンスゴーさあ、で、去年はね、面白采配で注目を浴びた中日ドラゴンズですが、今年はそんな面白いことやってくんないのね。今年はちゃんとキャッチャー用意してきてる。さあ、マニアが当たりに当たってんな、どうしよう。深谷を下げようか。んーで、やっぱこうなるか。こうだな。キャッチャーどうしよう。まあ、どっちもじわじわと上げてきてる感じかな。さあ、行け。よし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 。3対1、いいね、いいね。抑える方は抑えて、点取る方もまあ点取ってって感じかな。7の3安打してる。素晴らしい。で、浜田選手のスリーラン。いいね、決勝点。片野が打たーん。須山も打たーん。長岡選手2安打。やっぱ、アジャストしてきてるね。で、横倉が7回途中1失点。いいね、いいね、横倉。中次抑えも盤石。これは優勝しちゃうでしょ。この強さは、今年こそ優勝しちゃうよ。ちょっと連敗とかね、気になる時期はあったものの、今年はやれるんじゃねえかな。よーし、この勢いで、この勢いでちょっと交流戦始まるぐらいまで、行っちゃおうか。それは行き過ぎか。4月の終わりの方まで見ていこうか。はい、勝ってる。はい、負けた。まあそんな日もある。はい、勝ってる。はい、勝ってる。浜田選手がスランプは痛いな。
鎌田選手スランプは痛いぞ。ちょっと一旦止めようか。一旦止めて、鎌田選手。ああ、スランプだな。うちの4番の成績じゃねえな。ってなったら、外野で打力のある小野寺さんとか招集しちゃうか。いや、待って、お前はほんと、お前は怖い。こんな時に、俺絶好調ですってアピールしてくるか。こんな時に。どうしよう。下島も使って生きてんだよな。でもやっぱ狛江が、ちょっと俺面白い男狛江やっぱ好きだわ。見ていこうぜ。みんなで狛江見守っていこう。で、先発ローってどんな感じですか？調整がいるって人はいないね、今んとこはね。FA できていきなり調整がいるか。まあ。環境に馴染めてないんだな。でも防御率2点台って決して悪くないけどね。決して悪くはないんだけど、まあ、本人がそこまで言うんなら、って感じで、姿行くか。中込み行くか。中込み行こう。で、ちょっと、いじろう。あ、待って、先発そうだ。山下投手がちょっとあんまりピリッとしてないんで、ここはもう、ここは高倉で行こうか。高倉の回。今回高倉の回です。で、設定いじってこよう。さあ、企業設定を入れ替えてきまして、で、鈴野がノリノリなうちにアイテムを開発しちゃおうと、そういう魂胆で行こうと思います。ノリノリだからね。なんて言ったってやっぱ、鈴野がノリノリですからね。で、今日の先発は小沢さん。ノリノリ鈴野を3番にして、長岡選手打率上げてきたね。深谷も上げてきたな。待って、嬉しい悩みだ。内野誰使おう。もうその日調子いい人を出していく感じでいいかな。外野もその日調子いい人で。いやでも七野かな。やっぱ丸山選手が調子いいっつってっからね。片野がちょっとなんかスランプかもしんないけど。もうちょっと見てあげようか。俺もやっぱ、情があるもんね。やっぱ片野可愛いもん。よし。さすがの小沢さん。最終回若干なんか怖かったけど。6対3。いいね。肩のタイムリーに犠牲フライ。やっぱお前を使ってよかったよ。鈴野がノリノリなのにフォアボール1個選んだぐらいか。よろしくないですな。マーミヤがね、やっぱスタメンで使えないけど、代打で出てタイムリー打ってる。そういうアピール大事よね。梅野投手か2失点は。小沢さんは6回1失点。なんかあれね、最近完投しないね。やっぱスタミナの問題かな。起用法は変えてないですもんね。調子次第でやってるんで。このカードの終わりぐらいまで見ようかね。金久保さん、今日も頼みますよ。その打順上げといて、深谷が絶好調。どうしようかな。塩谷が調子いいって言ってるけど。まあ、これでよかろう。ゴー！中日に8点取られちゃった。打線はでも14安打して4得点。マジか、お前ら。鈴の当たりに当たってる。アイテムの開発もあれかな、やっぱ、ラグがあんのかな、1日遅れでやってきたりする、そんな筋肉痛みてえな。金久保さん5回途中8失点。どえらいことやっておりますな。そんなことやってても俺らまだ1位だけどね。2位か。2位だわ、ごめん、1位じゃなかった。あ、今日みぞたの日だ。みんな今日みぞたの日だってよ。みぞたの日だって。よかったね。よかったねって何なんだろうな。みぞたの日です。今日はみぞたの日です。で、片野が打たんなぁ。左右をちょっとジグザグ意識して組んでみた。これでどうや。さあ行け！今日はみぞたの日。みぞたの日でも負けるのか。いやー、中日粘り強いな。日置で負けたか。
まあ、そんな日もある仕方ないよね。打線は11安打5得点当たってるね。当たってる。肩の方が当たってない。肩の下げるか。立川も下げるか。三振3つでお前。いやー、まずいな。で、みぞったは、9回途中まで3失点。清水投手と日置が点取られた感じか。なるほど、なるほど。まあ、引っ張りすぎたかな。今日はみぞたの日だと思ったんだけどな。負けて終われねえっしょ。負けて終われない。ちょっと、勝つまでやるよ。さあ、今日の先発は横倉。横倉いいな、お前。かっこいいな。防御率1点台で。かっこいいな。で、どうしよう。駒井かな。こうして、もう絶好調つってるからな。片野信じるか。駒井はやっぱ面白いから、上位打線に置きたい。あれ、もうみんな当たってんな。こうするか。これでいこう。これでいっちゃいましょう。さあ、勝つぞ。オッケーオッケー、解消、ナイスです。いいね、いいね。末山も中山選手もホームラン打っちゃって。終盤にひっくり返したのか。8回の集中打で4点取ってる。満塁弾だ。代打中山選手の満塁ホームランだ。代打逆転満塁ホームランだ。もう9回攻撃してないから実質さよならみたいなもんだな。で、鈴野がやっぱ当たってんな。肩のはもうちょっと、もう耐えられん。我慢ならん。立川は三振2つだけど1本ヒット打ってるから許されるかな。じゃあ次は、そうね、肩のを下ろしまして、そっからスタートって感じかな。まだまだね、シーズンは序盤ではありますが、まあ今のところチームは、2位で、首位とは1ゲーム差と。ね、調子がいいんで、このまま頑張っていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら次回もまた見ててくださいね。それでは、失礼いたします。